お疲れ様です。お疲れ様です。今日は5月18日木曜日。そうです。ただいま。11時15分ぐらいです。今日は。これが入ってる。知ってるけど多分音は入ってない。いただきます。いただきます。僕はフライドチキンカレーのほうれん草と半熟卵トッピングです。今夜私がいただくのは。ウーバーのシェイブパリパリチキンカレートマトコッコ俺10からぶりだから食べるココイチ辛いどうせかいただきますうまいパリパリチキンカレーしか立たんかもしれない俺初パリパリチキンカレーだフライドチキンなんか唐揚げ棒味を感じるセブンうんパリパリだうまうまいよねうん何でしたっけ前回ゴールデンウィークの2回戦、うん、あ、パイセンがやめたあっぶね忘れてたパイセンの送別会木曜日と金曜日だったのうん別で、はいはいはい、どっちも行けなかったで仕事で木曜はさ、なんかさ、俺途中までなんか一緒に一緒に帰ってさ、うん、終わってた。残飯だけちょっとつまんで帰ってた。あれだけお見せしていいですか、はい、いいですよ。あの、パイセンの送る言葉を聞いた後の二人の写真。うん、今動画はあったけどね。ほぼモザイクで出してる。ちょっとだけ。はい、どうぞ。本当に思い出すと本当泣いちゃいそうなんですけど、そんな思いだったっけ？これからのご活躍をやりつつ、僕の活躍も祈ってる。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。楽しそうっていうか、なんかパパイセンねいないとこまで。本当にね、困ると思った。思っただけですか。パイセンいないと困るなって、あの時は思ってた。でもね、本当に困った。メンバーか。メンバーがね、ちょっと、休んでね、一週間。重すぎる。楽しく帰ってきた人たちの引き継ぎが全くできない。この人が引き継ぐ予定だったのに休んじゃったから何も気づけてない。あれさんが辞めたぐらいか。そうだね、撮影もできなかったしね。うん。結局。撮影できなかった。撮影しないで編集しようって言ったのに、一本も動画が上がってないってどういうことやねん。すいませんでした。あげました。あげました。申し訳ない。ショート舞台増やそうか問題もありますけど、ね、そうなんですよね。結局、ショート見ていただいてると思うそこをちょっと強化していただこうあのカツオのたたき だからカツオのたたき出たんで皆さんもご覧になってくださいあれ美味しそうでしょ炎上ね炎上ちなみに今週は家系ラーメン編ですそして昨日リベンジステーキを取りましたステーキサンドでさ、切っちゃってみたいな話があった。切らなかった。美味しかった。良さそう。ちょっと。あ、これはまあ、お楽しみに。俺も含めて。全く関係ないけど、今日会社で寝癖に、お前 YouTuber じゃねえだろってツッコミをしたんだ。狙った。多分ね、どっちがいいって。俺が YouTuber ならこっちです。そうだ。お前 YouTuber じゃねえ。でもやっぱ俺らの YouTube 感覚は一致してたね。まあ、いや、俺はこれがいいと思って作ったのを、上司がそれじゃなくてって言うから、って話ね。ああ、そうそう。俺の感性で、何も聞かずに、どっちがいいって聞かれて、そうそうオータスが作った方がいいと思うよ。そうだよね。まあ、ただ、なんか中間っぽいのはこっちじゃねって言ったら、もう、まんま。いや、俺のだろ。あれは俺のだろ。3個目 ?1 個目。あ、1個目それ。そう俺の方がいいだろ
そうそう。どう考えても。中国語みたいになってる。文字多すぎて。仕事の話なんですけど。4月めっちゃ忙しかった。4月ね。4月。来月、また重なるん。来月になったの？じゃあ6月。だから、オタクのとこもあるじゃないですか。6月。俺のやつね。俺とね。あれさ、5月さ、担当の時。4月も何だかんだ言って、クリエイティブで変わった。中旬かも、全然。5月に向けて忙しかった。で、終わったじゃん。で、俺落ち着くと思ってたの、今週。そしたらあいつが来たんですよ。あいつって言うの？人生の大先輩だぞって言おうとしたけど、そうでもねえわ。見た目だけだな。まあね、新しく帰ってきた人にね、エンジニア新しい方が入ってたじゃないですか。あの人30ですよって言ったらすごい複雑そうな顔してましたよ。年下？ごちそうさまです。そうです。いや、じゃあだから6月がオタクのところもあるし、そこも出るし、世の中に出るし、で、あの、もう一個の方もあるんですよ。君、転職できなくない？あのね、マジで、あの、会社でダダこねたくなる。もうやだって言いたくなる。もうやだって。え、言っていい？転職活動します。あ、そうだけど、忙しすぎて無理です。転職したいです。これでもね、違うんだよ。待ってくれ。転職かつ忙しくなくなったからといって転職したくなくなるわけではない、ね。まあまあ、あんまり交渉材料できないから関係ねえかな。で、一回忙しくなったときなくなったときどうせまた忙しい。これはしょうがない。そういう業界ですよね。慣れてきちゃった。はい、ただ本当に不満なのがやっぱ時間ないよね。そう、動画作る時間ないのよ。本当そこ。俺なんかいろいろ振り回されたりするけど、定時に帰れるのか最近不満ねえよって思った。なんかね、結構忙しいわってラインがあって、なんかこの辺をね、この辺をね、俺ずっとこうやってるんだけど、最近なんかね。こうなってきてんだよ。そうだ。俺なんか残業50時間ぐらいの壁があって、この辺はまあいい、よくねえけど、この辺なんだよ。どうにもならん。少なくとも6月末まではどうにもならんことが確定している。そうだ、うん。で、6月末になったらもうね、8月のこと考えてる。そうなんだよ。そうなんだよ。8月までいったらもうね、11月のこと考えてる。8月ね、なんか大型の指導があるらしくて、これも参考になっちゃったら、なるだろう。終わり。なるだろう。一回やめる。一回倒れる。でもさ、マジで、ついに俺一人になっちゃった。何よ、その同期無傷め、無傷め。あ、そうだね。全員ね、病気してるから。俺でもなんかね、6月にかけて来る気がするよ。俺が。さすがに、うん。重なりすぎ。来てる。重なりすぎ。だってさ、今。忙しいのにさ、忙しい今次のこと考えるときは結構やばくない？いや、っていうか6月やばいよねって思ってたらもうやばいんだよ。これね、余裕式自体だから、まあ新しく入った人ね、関係ない。あの人何も関係ない。別の仕事だから本来。あ、愚痴はね、この辺にしました。もうしょうもないことしか言ってない。もうおっぱいのことしか考えずに生きていきたい。あ、今週 M リーグが終わる。後で見なきゃ。明日に。明日ってことはもうこれが出てる頃に終わってますけどね。そのうちね、俺チームライデンっていうチームを応援してるんだけど、出したいの。いくらいいフォーム。もう広告出せる。いくらする？わかんない。けど、シソンヌが出してるの。別のチームの、はいはいはい、芸人のシソンヌ。いくらか知らないけど、将来的に出したい。でも、そんな高くないよね、多分。何十万とかじゃない。100万いく？ユニフォームにちっちゃくなったらさ、何十万でいけそうじゃない？年間。いや、なんか、つながりがある、だったらあれだよ。本当に全く、ないし、なんなら断られるじゃん。電通？電通だったら、そんなケチなことしないし。電通。ということで、また来週も。火曜日くらいかな、また。来週の火曜って何日？26が金曜日だから。23?23。また来週、今週も、頑張ってください。まあ、そう、大したの。動画ではないですけど、まあ、チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価お願いします。
それでは時間もない。画角大丈夫？すごいけど。画角すごいな。